はい、皆さんこんにちは。りなです。たかです。エリキブログです。はい、ということで今日は名古屋でやっているドイツビールフェスに行きたいと思います。そう、たかがもうドイツから帰ってきてドイツビールが恋しくなってきたから、そうドイツビールが飲めるチャンスいろいろ調べてるよ。ドイツから帰ってきてもうドイツビールにハマってしまいましてで、ちょうど今日ドイツビールフェスやってるので、堺の中心にある名古屋ドイツビールフェスです。もう早速あそこにやってます。あ、すごい。行きたいと思います。あそこですね、ちょうどテントが見えると思いますけど。思ってたより大きいの。あちらいいな。お、ドイツの国旗ありますね。こちらドイツ、あれ何かわかる？バイエルン州の国旗。そう、お正解。あ、ブルーと白の、あ、これだね。名古屋ドイツビアフェス2022。1,2,3,4,5,6,7,8 種類、少なくとも8種類のドイツビールが飲めるよ。見て、デラウマドイツビアで乾杯。いいね。これがドイツの民族衣装ディアンドル。レナ今日着てくればよかったの、ディアンドル。いや恥ずかしいよ入り口のすぐにここのテントでドイツの文化がいろいろ勉強できるよ。ドイツに16の州がありますよ。あ、レナの出身バイエルン州。ここドイツの右下だね、本当に。で、あとはオクトーバーフェストの話とかいろんな写真で、これ面白いよ。お、ドイツ語講座。こんにちは、グーテンターグ。おはようございます、グーテンモーゲル。多分覚えておいた方がいいのはありがとうございますのダンキシェンと、どういたしましてのビッテシェン。あとはフゴースこれは絶対覚えておいてくださいフゴース。あ、ドイツと日本の比べ。お、あ、これ勉強になるね、本当に。面積一緒じゃん、ほとんど。そう、ほとんど一緒だけど、これだよ。人口は4000万人ぐらい日本のが多い。最低気温マイナス5度。やっぱミュンヘンの方が寒いですね、社長あとは平均身長、男性181、女性も168。だから私がドイツにいると小さいよ、ね。まあドイツみんな大きいからね。そう。はい、ということでビール、ビール。じゃあ待ってない。ビール行きましょう、ビール。はい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 。なんかドイツミュージックが流れてて雰囲気いいね。なんか思ってた以上に大きいよ、本当に。しかも人も多いね。そう。ということで早速見ていきましょうか。この音楽は何？あれ、あのホフコイハウスに行った時に聞こえたでしょ。ソーセージ盛り合わせとか、ジャーマンプレート、ビール、カレーブワス。お、プレッツェルがあるよ。いっぱいあるね。プレッツェルがあるよ。しかも下にもめちゃくちゃご飯いっぱいある。一旦全部回ってから、うん、そうだね、一回見よう。すいません。わー、すごいうまそう。2つのものがあります、ビールとソーセージ。いろんな組み合わせのソーセージがあって、おつまみで食べたいチキンとかポテトとかお肉とか。ガーリックシュリンプは絶対にドイツに出ないよ。めっちゃ美味しそうだね。あとムール貝の蒸し、ガーリックバター蒸し。でもこれドイツだよ。ハリーブワーストとかガーリックシュリンプも食べてみたいし、スペアリブステーキも美味しそう。あとはソーセージの盛り合わせかないっぱい食べるってことだね。ここにあれがあるよ、フラムクーフンがあるよ。ドイツ風のピッツァ、めちゃめちゃ薄い生地の上にサワークリームとベーコンのピッツァ、めっちゃ美味しい。見てください、ここに黒ビールあります。今日は白と黒と。何もリストあるの？あれ、あの、そんなお金ないよ。あ、でも見て、バイツェンビア300ml 1100円。そうだよ。 500ml 1500円、1L 3000円。めっちゃ高い。覚えてる？ホーフボイハウスの1リットルはいくらだったか覚えてる？1500円ぐらいじゃなかった？そうだよ。だから2倍だね。見てください、両サイドテントがあって、うん、ありがたいね。夏で暑いけどテントがあるから。うん、でもめっちゃドイツっぽいよね。チェリービアとかグリーンアップルビア、なんかフルーツビールがあるんだね、ドイツ。そんな見たことないよ。ここにちゃんとしたラドラがあるっぽい。あのラドラはここに書いてあるようにビールとレモネード半分ずつを、私は大好き。あのビールより甘いから私でもグッド。これは本当にね、ジュースみたいな。日本だとこうレモンビアって書かれたりするけど、あラドラ
ドイツでラウドラーをぜひ飲んでほしいよね。うん、美味しい。ちなみに日本人だけじゃなくて外国人も多いね。だから名古屋に住んでるドイツ人とか一斉にみんな来てるかもしれない、ここに。そうだよ、まあいい機会だけど、ね、高いけど。ではでは、なんかビール買いましょうか。あ、ここ1個目のお店は北ドイツだからやめよ。なんで？もう南ドイツの人だった、だともうバイエルン州のビールを飲まなきゃいけないよ。はい、決定しましたよ。決まりました。1個目はタカがワイスピア、私はラードラ。お店はワインシュテファン、バイエルンの有名なビールブランドです。食べ物ここで別で注文した方がいいですね。あ、ここでフードフードです。こちらです。レモンビールはあのビールとレモネードが割ったやつですよね。じゃあそれ一つ。はい、はい、じゃあうわ、美味しそう。なかなか席が空いておりませんのでこっちまで来ました。これ注文しましたけど、カレーブーストにちょっとカレーかけてないよ。逆だよ。このトッピングはソーセージの上に欲しかったよ。で、ワイスピアは結構定番的なワイスピアに見えるんだけど、時間が経ったから泡がなくなっちゃった。でもレモンビール、このガードラーがちょっと日本人がもうちょっと勉強しなきゃいけない気がする。この下にはレモネードがあって、上はビール、ちゃんと混ぜてないのがダメだよ。これはダメだよ。ということで、ラードラー、白ビール、ポメス。ポメスっていうのがフライドポテトって意味？そう、ドイツ語で、うん。じゃあ乾杯する前にこれ一回混ぜなきゃいけないよ。どうぞ。届かなくね。ああ、混ざってる混ざってる混ざってる。よかった。ではでは、はい、乾杯。乾杯。目を見るね。うんま。本番ドイツの味はするよ。うわ、マジで本物の白ビールだ。これだよ、これ。日本にはないこの甘みのあるちょっとフルーティーなビール。もう涙が出るぐらい幸せな話。めっちゃうまい。あ、これドイツの音楽が流れて、幸せだよ。で、プレモルとかエビスとかそういった味の濃いビールが好きな人は白ビール。ドイツの黒ビール合うと思うのでぜひ飲んでみてください。ちなみにドイツの定番的な食べ方はこれでもないし、これでもない。何、手でこうこうギャン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 食べるの？No。 あの、こうこれぐらいのキーのフォークがあるよ。ポメス、フライドポテト。これちなみにカレーソースです。うん、そう、カレーケチャップみたいな。あ、ちなみに値段いってなかったね。高い。このソーセージとフライドポテトカレーソースのせ、これがじゃんじゃんじゃん、1200円です。1200円。ちなみにこのビールは1500円、こっちもラドラーも1500円、だから全部2倍だと思う。これもドイツで飲んだら500、600円、700円ぐらいだと思うかな。あー、うまっ。いきますか。ディアンドル着た女の人が踊ってる。あー、でも日本人だよ。はい、ありがとうございます。人がね、多すぎてなかなか席が見つかりませんね。じゃあ黒ビールを注文しました。これカストレッツァ黒ビールです。あー、私は好きじゃない黒ビールのパターンかもしれない。え、タカが好きな黒ビールのパターン、ちょっとなんか苦さが結構あって。1543年から。あー、ちょっとイメージとしてイメージと違うわ。もっとスモーキーな黒ビールを想像してたけど、色はめっちゃ黒いけど味が薄い気がする。写真撮りましょうか。
大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。可愛い子供が写真撮りましょうかって言ってくれたけど。私たちは別で自撮りでやってるから。YouTube 自撮りなので。ちなみにこちら値段いくらでしたか？1500円だよ。ここのビアフェスは全部だいたい 500ml は1500円か1600円、うん、で1リットルだと3000円ぐらい。そう、どのお店でも一緒です。もう泣きますよ本当に。ドイツでスーパーとかで買おうと、うん、この 500ml は1ユーロだよ。そうだよ、140円。だから10倍ってことだね。やばいな、もう泣きますよ。もっとドイツビールを安く飲めるような仕組みが欲しいよね。2人でその仕組みを考えて日本で広めるとかね、ドイツビールをビジネスとして、うん、ないよ。じゃあこのフランクフのレビューすると、本当にでもこれパリパリそうだね。そうそうそう、パリパリのこうオニオンとベーコンが乗ったサワークリームのソースでかかったパリパリピザみたいな感じ。美味しそうだもんね。なんか軽く食べれるピザって感じ。日本のピザってさ、重たいじゃん。まあまあ、これだったらさ、スナック感覚で食べれるじゃん。まあまあ、でも1200円はちょっと高いかも。それを言ってしまったら終わりだよ。このビアフェスは全部高いよ。全部高いよ、もうショックだよ、ね、暑い。暑いね。何度よ。まあ35度以上じゃない。ビールおいしく、より美味しく感じるでしょ。そう、ビールがより美味しく感じる。それはいいことなんだけど。熱中症になりそう。あっつ、ちょっとテントの下に場所移動しますか。パフォーマーがいるね。ああ、日本人レディアンドを来てる人。毎日いるんですか。初日は来てないんですけど、あとは木、金、土。上の方で着てるじゃん。そうそうそう、かっこいいでしょ。これがドイツの民族衣装ですか、うん、でもすごい似合いますよ。あ、ありがとうございます。彼に一回ドイツで来てもらったけど、うん、全然似合わない。いやいや。ということで、黒ビールなくなってしまいましたので、もう一杯ビールを飲みま…じゃあもう酔っ払っちゃったけど、いいの。もう一杯ビールを飲みます。ワイツンボックス1つください。はい、じゃあうか。はい、じゃあこれゲットしました。ワイツン、白ビールです。はい、ワイツンボックス、強い白ビール、うん、ちょっと私プレッツェルが欲しいから。オッケー、行きます。ライゾプレッツェル来ました。バイスビアボックス、ちょっと強い白ビールって感じ。めっちゃ強い白ビールじゃない？美味しい。私酔っ払っただけ。これもちもちプレッツェルって感じだね、うん、ドイツはパリパリプレッツェルって感じ。これと白ビールがベストコンビネーション。レナの友達と合流して大パーティーになっております。もうビールもなくなりました。もうめっちゃ酔っ払ってるよ。ビールもなくなって、あれだね、名古屋に住んでるドイツ人の友達がみんな集まってくるから宴会になっちゃうね、こういうフェスがあると。明日もう一回来るよ私。もうベロベロだね、ドイツ人の友達と。すごいね。はい、ということで飲みましたね。飲みましたね。飲みましたね。めっちゃ酔っ払ったね。飲みました。2人で4つのビールしか飲んでない割に結構の酔っ払ってるよ。楽しかったね、ドイツフェス、ドイツビアフェス。ああ、結構ドイツっぽかったのね。うん、音楽が流れてて、しかもディアンドル来てる女性もいて、海外の人も多くて、そう、みんなワイワイしてた。最後笑ってもうドイツみたいなテーブルになってたよ。そうだよ、友達がいっぱい集まってきて。まあ、ここで今から帰りますので動画を終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ、バイバーイ。